週刊フリーベース、はい、週刊フリーブレイズです。アジアリーグアイスホッケー東北フリーブレイズの選手のインタビューやチームからの知らせをお送りしております。はい、さあ待ちに待ちました、今週からいよいよ八戸での6連戦、11月のサハリン戦以来、まあ、盛岡とかもありましたけれども、はい、非常に八戸のファンは待ちくたびれたのではないでしょうか。失礼しました。今日は1月19日です。今週お話をお伺いするのは背番号8番菊池修司選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日は BFM のご出演ありがとうございました。すみません、こちらこそ急に。いや、とんでもないです。ありがとうございます。試合の告知をする機会をいただいて。いやいやいや、やっぱりあの市役所回ったりとか、はい、いろんな方にこう試合のお知らせをする活動というものも頻繁に修司選手は取り組んでるんですか？はい、そうですね、やっぱりフリーベースって名前は知ってるけどっていう方が多分ほとんどだと思うんで、うん、やっぱそこからどこでやってるとか、うん、どういう選手がいるかっていうのは伝えるのは、はい、まあ、僕らの選手の役割の一つでもあると思うんで、うん、まあ、そういうきっかけ作りっていうのは、そうですね、時間があればやるようにはしてます。市役所とかでも各課を回って、そう、はい、やってるみたいですね。全部とはまだ行ききれてないんですけれども、うん、まあ、行くたびに、まあ、挨拶はさせていただいて、うんうん、そうですね、少しずつ顔見知りの方も増えてきました。結構課とかグループで見に来てくださって、はい、ファミリーシートですか、はいはいはい、座って見てくださってるって嬉しいですよね。そうですね、僕もファミリーシートのそういう使い方っていうのはあんまり分かんなかったんですけど、やっぱりその会社の方々で一列買ってくれて、それでやっぱ盛り上がっていただけるっていうのは僕らもすごい嬉しいことですし、職場の、ね、チームワークも良くなるでしょうからね。その福利厚生の一環として。そうそうそう、はい、はい、先週は篠原雄平選手にご登場いただいたんですが、はい、その時に、まあ、今週も後ほどご紹介しますが、ファンの方からの質問というのがあって、はい、試合前どんな音楽を聴いてるんですかっていう質問が雄平選手にあったんですよ、はい、で雄平選手はどうしますかって言ったら、ロッカールームで流れてる音楽を聴いてます、はい、あとは人がの話し声聞いたりとかしますね、はい、なるほどね、はい、まあ、でもその中でもきっとやっぱりこう自分でイヤホンとかヘッドホンしてる選手っていますかって言ったら、修司選手って言ってる、はい、修司タイムということで、はい、もう、はい、かなり早々とスケート履いて着替えて、はい、もうあとはもう、そうですね、僕は一番、はい、着替え終わるのは早いです。あ、だって修司選手が着替え終わっても拓郎選手とかは一番早い人と一番遅い人みたいな感じですもんね。そうです、僕が着替え終わってその修司タイムに入る前、拓郎はまだストレッチしてます、ね、ですよね、はい、修司タイムはあれ音楽聴いてるんですか？僕ずっと音楽聴いてますね。どんなの聴いてるんですか？僕もフリーベース噛み合いですね、はい、フリーベース入ってからずっと同じ音楽聴いてます。チャイナドラゴン行ってる間も洋楽邦楽、なんか映画のサウンドトラックとか、映画のサントラ、はい、え、まあ、それを最後にそれは聞くんですけど、はい、それ以外その前は、まあ、まあ、まあ大体一緒になっちゃうんですけど、はい、まあ、それまあ時代によってまあ変わりますけど、時代まあ今そうですね、で最後に聞くのはもうフリーベース入った時からずっと一緒です、はい、何の曲ですか最後に必ず聞く？ちょっと恥ずかしいです。え、なんか映画のサントラです。サウンドトラック、何の映画ですか？アルマゲドンあれですか、エアロスミスのではなくて、本当に映画の中に出てくる、はい、本当に歌とかじゃなくて、え、1年目からそれを聞いてるんですか？僕ずっとそれ聞いてます。え、だってもうかれこれ今年で8年7年目ですね、はい、毎回それは。そうですね、でも前から着替え終わるのが一番昔ちょっと覚えてないですけど、はい、早い方でしたし、じゃあそれ聞いてやるぞみたいな。そうですね、それ聞いてスタートします。はあ、それまではすんごいリラックスしてるんですけど、別にホッケーのことも特に考えないで、まあ普通に、まあ、遊泳とかとくだらない話もしたりしてるんで、はい、それからはちょっと切り替えるようにはしてますね。そうなんですね、はい、じゃあそれがもう修司選手のルーティンなんですね。今流行りのルーティンですかね。ルーティン単語流行ってますね今ね、はい、アルマゲドンか、分かりました。ベタすけど、いえいえいえ了解です。修司タイムの謎が解けました。、はい、
さて、サハリン遠征、先週の日月かとありまして、まあ、はい、悔しい連敗とはなりましたが、はい、実際プレーしてみていかがでしたか。そうですね、やっぱり、まあ、アウェーで難しい試合になるのは、まあ、最初から分かってましたし、うん、まあ、そんな中でも絶対、まあ、勝つっていうことは、まあ、それに向かってみんなで準備してて、まあ、それに向かって試合はしたんですけど、結局、まあ、3連敗っていう形にはなってしまったんですが、うん、まあ、でも、まあ、その直すべきところは、まあ、みんな修正すべきところは分かってるんで、うん、まあ、それを今の練習でしっかり修正して、反省するとか反省して、うん、まあ、今週末始まるホーム6連戦に向かってやっていきたいと思います。月曜日からまた練習が再開しているということですけれども、はいはい、雰囲気いかがですか。まあ、雰囲気はすごいいいと思います、はい。まあ、落ち込む、まあ、反省する必要はありますけど、うん、落ち込む必要はないですし、まあ、そういう意味でもポジティブに捉え合ってみんなで捉え合って、うん、まあ、その試合に向けて準備できればっていうふうには思ってます。やっと自分の家から試合に行けるというのも、はい、気持ちの面ではちょっとこういい方に働くんでしょうね。そうですね、まあ、今までほとんどホテルで毎週末いろんなホテル行って泊まってたんで、本当に、はい、津々浦々行きましたけどね、はい、やっぱりでも遠征がないというのは本当に肉体的にもそうですけど、気持ちの面でも違いますか。気持ちはやっぱり準備できる時間も長いですし、うん、まあ、すごい移動もないですし、うん、すごい楽な部分はありますね、うん、まあ、自分の部屋で、まあ、自分の準備してゆっくりして、でリンク来て、うんうん、で、まあ、その自分でやっぱりルーティンですか、はい、できると思うんで、みんなおのおのが、まあ、いつもの、ね、ロッカールームで習字タイムにも入りますし ね、 そうですね、まあ、アウェーのリンクよりもホームのリンクで習字タイム入った方が、そうですね、スーパー習字タイムにもなるんでしょう、ね、なるかもしれない、確変するかもしれないんで、わかりました、はいはい、逆に恥ずかしいなってきましたね。誰ですか、習字タイムって言ったの。だから UA 先生アドレスカレーに言ってください、習字タイムっていうのちょっと言ってみます、キーワード聞いたんで、はい、はい、次の質問に行こうと思いますが、はい、まあ、これファンの皆さんもそう思ってると思うんですが、はい、習字選手の、まあ、ブログとか、はい、ツイッターとか見てると、はい、本当にいろんな種目の、はい、いろんなカテゴリーのスポーツの、はい、こう例えば宣伝方法だったりとか、はい、会場内のいろんなサービスだとか、はい、すごくアンテナ張って、はい、ホッケーのみならず気にしてるのかなと思うんですけど、はい、そのホッケーをフリーブレイズを盛り上げたいという気持ちがあると思うんですが、はい、どんな気持ちでやっぱりそういったことは調べたり考えてるんですか。やっぱり僕もアイスホッケー一番大好きなスポーツですし、見るのも好きですし、やるのも大好きですし、まあ、僕の中では本当一番のスポーツだと思っているんですが、やっぱり他のスポーツ、うん、今野球サッカーとかすごい盛り上がるスポーツに比べると、やっぱりまだまだそのなんていうんですかね、うん、スポーツ自体の価値がまだ上がりきれてないというか、うん、チャンスはね、ま、いっぱいあるような感じがするんですけどね、はい、やっぱりそれ自体がやっぱり、まあ、大好きなんですごい悔しいんで、うん、まあ、まあスポーツ全体、まあ、野球サッカーに負けないっていうんじゃなくて、やっぱりスポーツってすごい可能性があるっていうか、うん、そういうカテゴリーになると思うんで、うん、やっぱりそのスポーツ自体の価値も日本でどんどん上げていきたいなっていうふうに思いますし、うん、まあ、それまずその中でもやっぱり自分がやっぱりアイスホッケーやってるんで、うん、その価値、やっぱそのなんです、日本で一番のスポーツっていうか、アイスホッケーって言われるようなスポーツにしたいなっていうふうには思ってますね、うん、まあ、本当に八戸に関すればなのかもしれませんが、アイスホッケーはこう今まで見たことも知らなかった人が一発でハマる率はもう他の種目抜き出てるような、そうですね、やっぱり気がしますけれども、見れば面白いって言ってくれる方は、お客さんの反応を見てるとそうですね、はい、すごい、まあ、僕も昔からそういうのは聞いてるんで、うん、そういう方がすごい多いのは分かるんで、やっぱりでも その見る、なんていうんですか、経緯というか、うん、それがやっぱりまだまだ僕らチームでもその努力はまだまだ足りないと思いますし、うん、その日本のホッケー界全体でもまだまだやれることは多分あると思うんで、うん、まあ、そういったことを、まあ、少しずつ、うん、まあ、そういっぺんには多分できないと思うんで、まあ、やっていって一人でも二人でもそれが拡散していくような
ことになればいいなっていうふうには考えながらやってますけど、うん、じゃあよりこう見に来ていただけるきっかけをどんどんこう選手もだけでもなくてもチームも含めて作っていくのが大事なんでしょうね。そうですね、いろんな人がいると思うんで、やっぱ好きなことも違いますし、うん、嫌いなことも違いますし、うん、まあ、そういう人たち、まあ、全員にっていうのはやっぱり難しいと思うんですけど、でもやっぱり全員に伝えたいと思う、うん、伝えたいので、うん、なんかそういうチャンスっていうのはやっぱりもう掴んでいきたいなっていうふうには考えてます。わ、うん、かりました。多分このテーマで話をするともうお互い止まらなくなると思うので、今度ちょっとじっくりなんかやりましょう。飲みに行くのもそうだし、ファンの皆さんがどう感じてるかっていうのもなんか知りたいなと思うんです、はい、まあ、もちろんもちろん、こういうふうなことをしてくれると誘いやすいとか、はい、まずこうフリーブレイズどの程度まで知ってるのかね、はい、選手の名前知ってるのかとか、うん、チケット買う場所ももしかしたら全然知らない人もいらっしゃるかもしれない。本当にそういう状況だと思うんで、うん、名前は知ってるけどっていう方がやっぱり、うんうんうん、であとはいつ試合やってるのかっていうのもやっぱり分かんない人も多いと思いますし、ルール知らないけど言っていいのかしらって二の足踏んでる人もいるかもしれないですしね、はいはい、うん、まあ、そういう何かそういう人たちにきっかけ、まあ、選手の立場だからこそできることも多分いっぱいあると思うんで、うんうんうん、まあ、そういうのをやっぱり作っていきたいなっていうふうには思いますね。なんかやりましょうね、こういうやりましょう。僕フリーベースのファンの人ももちろんなんですけど、うん、やっぱりバンラレのファンの人とか、そうそうそう、ワットのファンの人とかっていうの意見もすごい気になるし、はい、その選手の人たちの意見もすごい気になるんで、うん、ぜひやりましょうね、これお願いします、はい。さあ、ではここからは週刊フリーブレイズファンの皆さんからの質問コーナーに行きたいと思います、はい。今シーズンは事前にファンの皆さんから質問を受け付けしまして、はい、選手に伺っております、はい。今週の一人目、ラジオネームキムチおじさんからいただきました、はい。菊池雄二選手は3シーズン、はい、中国のチャイナドラゴンでプレーしていましたが、中国で生活していて、同じ東アジアでありますが日本と違って驚いたことは何でしょうか、韓国勢とのホーム戦を応援に行きます、頑張ってくださいというメッセージをいただきました、はい、ありがとうございます。3年間でしたか、3シーズンです、ね、3年間まるまるは行ってないんですけど、うん、はい、驚いたこと、実際暮らして驚いたこと、まあ、いっぱいあるんですけど、食事とか生活文化はねどうしても違うでしょうけど、そうですね、特に何か驚いた、まあ、その年越しの時、日本だったら、はい、まあ、除夜の鐘でボーンってなるんですけどなんかカウンターイベントもね最近増えてますけど、ね、そう、まあ、そうですね、まあ、バーッと盛り上がる場所も場所によってはあると思うんですけど、はい、中国は年越しの時みんな外に出て、はい、花火と爆竹を鳴らしまくるんですね。パパン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 って、本当にそれがもう朝までずっと長えな鳴り続けるんで、はい、まあ、そのホテルの窓に行ったらたまにカーンとか当たるんですよ、危ねカチャーンとか、なんかガラスに当たってなんかちょっと黒い焦げ肌とか、おいおいおい、はい、ついてる時もあって、はい、そうですね、それはやっぱり日本にはない、うんうん、まあ、花火は場所によっては上がるかもしれないですけど、カウントダウンで、うんうん、爆竹おのおので本当何千連発とかそういうレベルなんで、なんかその長い、普通だったら爆竹こんなもんじゃないですか、はい、それがなんかもうずっとこうやってずっとなんかもう俺の長いだろ、すげえだろみたいな感じで、すげえな、はい、中国はあの旧正月、旧正月が、はい、なので盛り上がる、毎年違うんですよね、日にちが、あ、ずれるんで、だいたい2月のこの辺ですかね、そうなんです、1月終わりから2月の頭ぐらいの方が盛大に、盛大に、はい、そっちはもうそうですね、まあ、年越し普通の大晦日も、はい、まあ、それ年越しっていう意味ではあるんですけど、うん、中国は旧正月の方がメインになるんで、はい、すごいな、もうそのもう朝とかもう止めてある車とかなんかもうすすだらけになってますね絶対こんなところに車止めたくないなって違うところでやってる、はい、そうだったんですね。なんかこの間ちらっと伺いましたら、あの中国語の勉強も引き続きなさってるんですか。そうですね、ティーンがいなくなっちゃったんで、ね、中国語を使う場面がなくなっちゃったので、やっぱり八戸店さんにも中国語を少し教えたっていう話も聞きましたが、免税店にするっていうんで、うん、なんかそのそれなりのなんていうんですか、案内の、はい、なんていうんだろう、説明の仕方、説明書みたいのがあって、はい、これ、まあ、指させば分かるようになってて、はい、それの意味とか、あ、まあ、簡単な中国語
なるほど。はい、いつもお世話になってるんで、それぐらいのことは。結構いらっしゃるそうですからね、八戸にも中国人観光客の方が増えましたよね、うん、すごいですよね。本当にいっぱい買って、なんかもうショッピングセンターの広いところにドカッと置いて、また次買いに行くとか、うん、スーツケース買って帰るぐらいですからねそうですよね、はい、なるほど。ああ、そういうこれまで培った中国語もそういうところにも生かしてるんですね。まあ、継続して、はい、そうですね、もったいないんで、やっぱ使いなくなる。まあ、そうですよね、はい、うん、分かりました。2問目いきます、はい、ラジオネーム青のチョコバナナさんからいただきました、はい、フリーブレイズアイスホッケーの魅力、ホッケーファン獲得のために常に考えている修二選手、応援しています。そんなフリーブレイズ1期生の修二選手、同じく同期の21番山本和樹選手と5番今城勝友選手の俺だけが知ってるという2人の魅力を教えてくださいといただきました。俺だけが知ってる、まあ、ブレイズ1期生は、ブレイズに残っている1期生はこの3人ですね。中国には高橋康介選手もいますけれども、どうですか今城選手、和樹選手。今城ですか、はい、今城選手は、うーん、まあ多分見かけすごい柔らかそうなそうですね、柔らかですごい、もちろん人はいいんですけど、はい、すごい優しいですし、でも多分そのイメージしかないと思うんですけど、はい、怒ったら怖いです。怒るんですか彼。怒ったら怖いです。まずどの時怒るんですか。でもどんな時。試合中。いや、まあ試合、まあ試合中ももちろん、まあ、そういう、まあ、怒るって、悪いことした時、例えば僕が、はい、悪いことした時は怒りますよ。何悪いことをするんですか。例えば、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 はい、じゃあ結構怒るとガラッと変わりますね。僕はもうはいっていうしかないです、まあ、普段怒らない人こそなんか怒った時すごいって聞きますもんね。でも、まあ、でもやっぱり間違ったこと言わないですし、うんうん、彼は、まあ、すごい、まあ、そのなんですか、信頼もしてるんで、うんうん、もう言われたらもうはいって怒ったら怖いなわかりました、はい、じゃあ和樹選手、怒る機会少ないですけど、怒る機会、そうですよね、はい、それだけ、はい、怒ったら怖い、はい、最後にフォロー入りました、はいはい、じゃあ和樹選手は。和樹はすごい人思いだと思いますね。人思い、人思い、なんていうんだろう、気遣い、気遣いすごいできると思います。気配り、気遣い、はい、まあ、ちょっとまあ不器用そうなイメージあるかもしれないですけどすごい気配と気遣いは、うん、本当チームの中でもトップクラスのできるんじゃないかなっていうふうには。先輩にも後輩にも、先輩にも後輩にも、うん、だからやっぱりうまい、うまいというかよく、なんていうんですか、ちょうどいい、やっぱ中堅の役割っていうのはすごい果たしてくれる選手だと思います、うんうん。まあそうですね、後輩の面倒見もいいというエピソードも聞いたことがありますからね、はい、気づけばそういう世代ですからね。もう29ですから ね、 今年30ですからね。僕早いな、大卒で入って あっという間ですもんね、はい、じゃあ、いよいよ今週23日からホーム八戸6連戦です、はい、23、24、26が台湾、はい、28、30、31が春だと、はい、待ちに待った八戸での6連戦となります、はい。まあ、フリーブレイズ現在レギュラーシーズン5位で、はい、プレーオフファーストラウンドが今年は3位対6位、はい、4位対5位で、はい、上位のチームのホーム会場だけで3試合行うということになりますので、はい、4位に行けないとプレーオフファーストラウンドホームで試合できないということになってしまうので、はい、非常に重要な6連戦となります、はい、意気込みをぜひお願いします。そうですね、本当に久しぶりの八戸のゲームですし、まあ、今おっしゃってくれたようにその上位に入らないと、うん、あのホームでプレーオフスタートできないので、やっぱり一つも落とせない試合だと思います。でそのために今選手も準備してますし、うん、本当に6校全部勝つつもりで今練習に励んでいるので、うん、まあ、ぜひアイスホッケー見たことある人もない人も、まあ、テクノロアイスパークに来ていただいて、うん、一緒にアイスホッケーというスポーツを楽しめたらいいなというふうには思いますので、ぜひ会場に足を運んできてください。はい、
まあ、まず23日が株島神社再建支援で、はい、特別ユニフォームの着用、はい、そしてもうすでにオークションに出品中、はい、落札額からユニフォーム制作代を差し引いた金額を株島神社に寄付、はい、そして試合後にはまた株島神社のための募金活動を行うと。そして春ら戦はデイリー東北プレゼンツマッチということで、修二選手は9月に飽きられなかったですけれども、そうですね、はい、デイリー東北のスペシャルユニフォームを着用して、はい、まあ、早くもホームレギュラーシーズンのホームゲームはこの6連戦がラスト、はい、ということになってしまいますので、はい、ここはちょっとフリーブレイズ今年大丈夫なのかって思ってる方もいらっしゃるかと思いますが、はい、大丈夫ですちゅうところを見せたいですね大丈夫です。はい、分かりました、はい、ぜひここでまたホームの声援を背に勢いを取り戻して、はい、シーズン終盤まで駆け抜けてもらいましょう、はいはい、ということで今週の週刊フリーブレイズはお互いちょっと噛み合いですみませんでした。背番号8番菊池雄二選手でした、はい、じゃあ週末リンクでお会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。